さて、みんなの超かっちょいい鬼ちゃんを眺めたところでドライブ行くぞ。ウェーイ。かっちょよすぎて今頃これ見てるみんな鼻血ブーだね。鬼ちゃんは最高にセクシーだからな。その通り。きっとみんなのパソコンまたはスマホの画面がスプラッター映画の猟奇的殺人事件の現場みたいに血みどろだよ。鼻血で。古くなったオイルは変えちゃいましょうねー。みんなも半年に一回は出血しようね。それではレッツゴー。確認するぞ。ルートはここばっかにアウェイから出発して阪神高速に乗ってチリアド山までだ。いわばロスサントスの制圧だ。でも鬼剣だから社会のルールを守って楽しく走りましょう。アニメのオープニングみたいだな。ティーチャー、バナナはおやつに入りますか？おやつに入るのはキャンバー味のおにぎりだけです。さすがは鬼剣だ。トラクションもクソもねえ。まるで地面から浮いているようだぜ。鬼剣だからドリフトっぽい走りもお手のもんだぜ。見事なドリフトっぽい走りだな。さすがだ。これぞ荷重移動の極意ってやつよ。荷重移動ってやつは極めるとこんなドリフトっぽい走りもできるんだぜ。しかしみんななかなかいい角度に鬼ってんじゃねえか。今日のために地面にボディ擦れるギリギリまで下げてきたぜ。それ踏切とかどうすんだ。そりゃおめえ、斜めに侵入するんだよ。この前引っかかって電車に牽引されたけど。それも鬼ちゃんの奥深いところだ。私は兄貴の車が鬼ちゃんだったから借りてきたんだぜ。すごーい。君のお兄ちゃんの車鬼ちゃんなんだね。ところで俺の鬼ちゃんも見てくれ。こいつはどう思う？すごく大きい角度です。うほ、いい角度。ちゅー、見ろよやつのキャンバー角を。まるでバナナのようだぜ。どんどん街に出ていくぞ。鬼剣だからまるで滑るような挙動だけど一般人に迷惑かけちゃダメだぞ。カーミーティングにはマナーが必要だ。ってどこ走っとるんじゃーい。路地裏は走行会の基本よ。大丈夫だ、みんな鬼剣だから。鬼剣だけどこの道は免許取り立ての身には厳しいぜ。鬼剣でもこのレーシングコースはちょっと難しかったようだな。ちょっと待とうか。タイヤの角度を最大限に活用するのがコツだぞ。なるほど、抜群のトラクションを活かせばいいんだな。極めれば旋回もこの通りよ。鬼剣の力ってすげえ。よし、お次はヒルクライム行くぞ。トラクションの化け物たる鬼剣の得意分野よ。鬼剣はタイヤに優しいからな。それでは出発。山道に入るし、横滑りには気をつけろよ。ひえー、イニシャル D みたいなのを予想してたらガチモンのラリーだったでござる。大丈夫だ、鬼剣だから。はがき一枚分と言われるほどのわずかな設置面積の一番美味しいところを使いこなせてこそ鬼剣使えってもんだぜ。思い切ってアクセルを床まで踏みつけるのが肝心だぞ。せーのの合図で一気に踏んでいけ。せーの、ドラー。フロントヘビーのデロリアンなのかどうなのかはよく知らんが、でかい車体をキュンキュン振っていけ。せーの、ドラー。こうやって喋り続けることでコンセントレーションがどんどん溜まるぜ。レベルマックスになると次元山鉄が出せるようになるぞ。次元山鉄ってなんだよ。すまんかった、集中力が途切れて全然関係ない話をしてしまったぜ。コンセントレーション溜まってねえじゃねえか。ふっふっふ、みんなはこう見えて変なことには熱くなるタイプだからな。いわば感情のクーリングシステムということさ。
みんなついてきてるかー。目の前のアーチがチェックポイントだぞ。なんてレアなヘリ持ってきてんだ。これは、アーチだ。神が作り出した知恵の一つ。いや、ヘリか。人類が決してたどり着くことのできない神の英知として、神が我々に与えたものだ。神はあれを爪楊枝に使っていると、噂で聞いたことがある。私はそんなところは見たくもないがね。あんなでかいヘリを爪楊枝に、テールローターがちょうどいいとかなんとか。それも神剣。間違えた鬼剣の奥深いところだ。せーの。登山中のおっちゃんを引いちゃったよ。気にするな。黒登山部は登山者に嫌がらせをするのが仕事だ。黒登山部でやる嫌がらせはせいぜいロン毛のカツラをかぶって驚かせるくらいだ。いい加減にしろ。まあ、鬼剣だから大丈夫だ。そうだな、鬼剣だからな。むむ、少年にまた登山者だ。どいてくりー。ダメだったよ。今の人は黒い服を着てたからきっと黒登山部の部員だ。気にすることはない。それにこっちはまるで地面から浮いているかのような挙動で走ってるからな。ぶつかっても衝撃は少ないさ。鬼ちゃんじゃなかったら即死だったな。鬼ちゃんでよかったね。だいぶ登ってきたな。差し物鬼ちゃんでもだいぶタイヤを消費しただろう。ここからが踏ん張りどころだぞ。まだまだいけるぜ。さっきも言ったが鬼剣はタイヤに優しいからな。鬼剣だからまだほとんどタイヤは垂れてないぜ。地面との接地面積の少なさが功を奏したな。やはり時代は鬼剣というわけだ。海外勢にも流行れ。もしアメリカで流行ったら垂直にする人が出そうだな。アメリカ人は何でもやりすぎるからな。もうそうなってくると何ちゃんって言えばいいんだ。なんだろ、ゆるちゃん。なんでゆるくなった。英語で言うならルーズキャンバーってところか。ルーズキャン、ヘルキャンとかの方がかっちょいいな。地獄の方向にネガティブキャンバーか。間違っちゃいねえべ。もうポジティブもネガティブもわかんねえな。そこまで行けば水上も走れそうだね。鬼キャンだって水上は走れます。甘く見ないでちょうだい。失礼しましたマーム。どんどん道が狭くなってるぞ。気をつけろ。こんな細い峠道で抜いたり抜かれたりってことは考えらんねえな。そうだね、鬼剣じゃなければね。鬼剣なら上から抜くって選択も可能だからね。そこも鬼剣の奥深いところだ。手危ねえ。はあはあ、鬼剣を解除してなかったら横転してるところだ。これが噂の鬼剣セル。この辺からは綱渡りのような狭さになるぞ。釣り落ちたら助からん。鬼剣じゃなければ注意して進行だ。こいつは鬼剣でもきついぜ。そういう時はだ、諸君、せーの。最後のチェックポイントだ。この爪楊枝をくぐればもし死んでもここからリスポーンできるぞ。ゲームなら。うむ、今は無理だけどね。手かかりでなく二人引いてるぞー。大丈夫だ、心の綺麗な人には見えてないから。そうだね。よし、全員到着したな。鬼剣はヒルクライムにも有効だってことがこれで証明されたな。さて、お次は鬼剣のスカイダイビングだ。こんなことができるのも鬼剣ならでは。地面との接地感がない。浮いているのか。要は荷重移動の技術の応用さ。鬼剣でのコーナリングでは荷重の大半は外側の2つのタイヤにかかる。そこからアクセルを開けていってさらにリア側に荷重を移動させるんだ。つまり意図的に強い荷重移動を作り出してイン側のフロントの荷重を目いっぱい抜く。
それができれば、アクセル全開で、空を飛べるのである。なるほど。では行くぞー。ドヤー。うわー、こいつはやばいぜ。そうだな、今鬼キャンじゃないからな。そうじゃない。再度鬼キャンに切り替えて荷重移動によって落下速度を減少させようなどと、そんなことを考えていたら走り屋じゃないぜ。これは、男を競うスポーツなの。それも鬼キャンの奥深いところだ。ぶっこめ、うおー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 、無事う。なんか跳ね返らんかったか今。鬼キャンでタイヤを温存しておいたからね。鬼キャンミーティングである以上は海の上も走らないと閉まらないよね。ってことで海行くぞー。ウェー。ちょうどまっすぐな道路があってよかったね。公共の交通施設も捨てたもんじゃないね。しかし天気悪すぎ、めっちゃしけってるぞ。鬼キャンはドラえもんみたいにちょっと浮いて走るから大丈夫だよ。これも鬼キャンの欲深いところだ。ではレッツゴー。いいぞいいぞ、いい感じだ。鬼キャンなら車でサーフィンなど、たやすい。これもハイドロプレーニングのちょっとした応用でめっちゃ波強い。なんだこれ、洗濯機？鬼キャンにはね、やっていい鬼キャンと、やっちゃダメな鬼キャンがあるのよ。だが私は鬼キャンの可能性を信じ、ボボボ、信じる感が信じる。ダメみたいですね。まだだ、まだ終わらん。やっぱりダメだったよ。車で沈んだ時は潜れるところまで潜ってワープすればいいのよ。こんな風にね。ほらねー。痛い？信じられるか？これ、すっぽく傾いてるように見えるけど、実はニュートラルなんだぜ。普通は後ろ向きに傾けたらバックしちゃうしな。こんだけの台数が集まるとラグで角度が変になっちゃうみたい。フロントも鬼剣する時代か。もうこうなると他のプレイヤーが乗ってラグを修正するしかないな。一体どういう仕組みなんだか。これで OK。 でおーい、今度はあっちの車が鬼ってるよ。だらしねえな。一箇所下げたら別の二箇所が浮くって、なんかのパズルゲームみたいだな。角度揃えるの諦めた。すっかり暗くなっちまったから日が昇るまでに記念撮影やるぞ。よりによって公衆トイレで記念撮影する。変態？これは公衆トイレじゃありません。発展場です。失礼な。それ子供が勘違いするからやめてね。でお、チェックポイントチャレンジだぷ。これの全ポイント制覇を一度動画に収めてみたかったんだよねー。今は全員鬼キャン持ってきてるからおあつらえ向きだな。
よっしゃ、プラン変更だ。イベントに備えるぞ。レッツゴー。チェックポイントチャレンジ RTA 始まつよー。各地にあらかじめ散っておくのもいいけど、一箇所からまとめてスタートした方が絵的にかっこいいよね。早くも RTA ではなくなった。ここだ。この昔メロンと呼んでたガスタンクみたいなツルツルの上に集合だ。鬼ちゃんだからここでキープできるよね。レース用のでかいホイールなんて履いてる兄ちゃんたちにはできない芸当だぜ。ましてや自分の彼女にタイヤ代払ってもらった上、他人の真似事して車を横転させるなど言語道断である。まったくだな。走り屋は自分の身の丈に合った楽しみ方をしましょう。パーティー開始だ。スプレッドアウト。いいぞこちら国西部、4枚取ったぞ。こちら国東部、4枚目だ。こちら入南部、順調に確保しているぞ。こちら助手席、見てるだけだ。こちらスキア本部警備室、防犯カメラ、動作確認中です。残り40枚だ。これ5分切れるんじゃないか。5分で120個となると3秒に1個くらいのペースだな。差し物鬼ちゃんとはいえ、この人数ではまだ足りないかもしれん。30人と30台の鬼ちゃんがあれば1人4個で終わるのにな。 PS5 版がもし64人入るようなら10秒も狙えるな。64人も統率取れないよ。学校の先生であるまいしな。残り8個だ。20秒前。20秒。ダメでした。5分の風は熱い。ゴール。残り時間4分45秒だ。ドラゴンフォースの曲よりは早いな。余は満足じゃ。その基準なんなの。次の野望は10秒台です。お楽しみに。というところで、今回はここまで。見てくださった皆様、ありがとうございました。おにー。